こんにちは、ゴルフコーチの石本匠です。今回はですね、安定して100を切るために必要なドリルをご紹介していきます。このドリルなんですが、ティーをご用意ください。普段もドライバーショットなどで使用するティーで OK です。で、このドリルを行うときには、このボールをまずティーアップします。で、普段、ドライバーで打ってるようなティーの高さで問題ありません。少し高めのドライバー用のティーの高さになります。で、このティーアップしたボールをウェッジで打っていくドリルになります。で、ティーアップしているのでグリップを握るときは少しですね、短く握ってください。で、この浮いた状態のボールを実際に打っていきます。で、この浮いた状態のボールを打つのは少し難易度が高くなります。浮いているので上下の打点というのが最初不安定になるんですが、このドリルを行うことによってこの上下の打点を安定させることができて、クリーンヒット率を高めていくことができます。で、先ほどのこのドライバーのティーアップほどの高さでウェッジでボールを打つ動きというのができてきたら、次は今度少しずつこのティーの高さを低くしていきます。約今度は先ほどの半分ぐらいの高さでティーアップしてみます。これも先ほどと同じようにグリップを短く握っていくんですが、先ほどほど短く握らず少し長めに短く握っていきます。で、これも同じように何球かボール打っていきます。で、これでも何球かボール打ってボール打つイメージができてきたら、次はさらにティーを低くティーアップします。で、この場合もほとんどアイアンですね、アイアンのショートホールのアイアンのティーアップするぐらいの高さでティーアップしてボール打ちます。で、これもグリップを少し短く握るんですが、先ほどよりも少し長くグリップを握ります。で、これも同じように浮いたボールをクリーンに打つイメージでボールを打っていきます。で、これでは3つのステップを踏んだ後、最後はですね、実際に地面にボールを置いて打っていきます。これはもう通常の構えで打っていきます。で、今まで練習してきたこのクリーンにボールを打つ要因っていうのを残して実際にボールを打っていきます。で、今日ご紹介したこの3つのステップを行うことによってクリーンにボールを打つ意識、この感覚というのを少しずつ体に養っていくことができます。で、これによって実際に地面にボールを置いてボールを打ってもですね、クリーンにボールを打つイメージというのを体が覚えていきます。で、今日ご紹介したこの3つのステップのドリルというのは、例えば練習場のフルスイングする前のウォーミングアップに取り入れてみたり、もしくはラウンドのスタート前の練習の朝のウォーミングアップに取り入れても、ボールをクリーンに打つイメージというのが体に養えていって効果がありますので、ぜひですね、試してみてください。